皆さんこんにちは、ひまりです。今回のテーマは徳川関東250万石の所領配分の特徴です。徳川家康についてはご存知の通り、江戸幕府初代征夷大将軍として江戸に幕府を開き、戦国時代を終焉に導いた武将です。家康が関東に移封したのは1590年のことでした。豊臣秀吉の小田原征伐によって関東に巨大な勢力を誇った戦国大名北条氏が滅亡した後、秀吉の命で家康は関東に移封されました。徳川関東両国の石高は250万石とされ、全国の諸大名の中でトップでした。もともと家康は三河の国岡崎、現在の愛知県西部の小さな戦国大名でした。織田信長と同盟を結び、駿河の国、遠江の国、現在の静岡県の戦国大名今川氏や、甲斐の国、現在の山梨県、信濃の国、現在の長野県の戦国大名武田氏などと長年争いを繰り広げていました。家康は紆余曲折を経て全国最大の大名にのし上がったわけですが、ここに至るまでは家康個人の活躍だけではなく、徳川家臣団の活躍もありました。そこで今回は徳川関東250万石の所領配分の特徴を通して家康の家臣団を紹介したいと思います。井伊直政。250万石という強大な領地のため、家康は大勢の家臣に所領を分配しました。さすがに全員を紹介するわけにはいかないので、ここでは3万石以上を与えられた家臣を石高が高い順に紹介します。まずは井伊直政です。直政は徳川四天王、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の一人としてご存知の人も多いかと思います。家康の関東入国の際には神津家の国群馬県美濃和で12万石を与えられました。これは家康家臣団の中では石高トップです。後に同じく神津家の国の高崎に城を築き、同地に移っています。1575年、直政は15歳の時に家康に仕え始めました。才智武勇に優れた直政の配下には武田氏の旧家臣が多く割り当てられました。1584年の長久手の合戦では先鋒として奮闘し、徳川軍の勝利に貢献しました。また北条氏との和睦交渉を担当するなど、外交面でも活躍しました。1600年の関ヶ原の戦いでも活躍した直政は、翌年石田三成の旧領地近江の国、滋賀県和歌山18万石を与えられました。直政は彦根城を築き、完成は直政の没後、彦根藩の藩長として歴代当主の居城となりました。直政の息子直忠の時代にたびたび加増され、彦根城は30万石となりました。また直政直忠の子孫に幕末の大老井伊直弼がいます。結城秀康は家康の次男で2代将軍秀忠の兄です。秀忠は家康三男。1584年、羽柴秀吉との和睦に伴い秀吉の養子になりました。秀康の秀は養父秀吉から変記されたものです。その後結城晴朝の養子となり、結城家の家督を相続します。家康の関東入国後には下宇佐の国、主に千葉県北部と茨城県南西部など、結城と日立の国、茨城県大半、土浦を合わせて10万1000石を領しました。関ヶ原の戦いでは上杉氏の抑えとして関東に残り、戦後越前福井県67万石を与えられました。しかし秀吉の養子になったためなのか、家康の後継者にはなれませんでした。ただ子孫は福井藩を中心にいくつかの分家を起こし、幕末まで大名として存続しました。有名な福井藩主として幕末に活躍した松平春嶽、養子のため秀康の直系子孫ではないがいます。本多忠勝は徳川四天王の一人です。
家康関東入部の際には上総の国、千葉県南部の大滝10万石を与えられました。忠勝は13歳の時から家康に仕え、15歳の時に合戦で戦功を挙げたとされています。初陣以来50余りの合戦に出陣、かすり傷一つも受けなかったとされ、その武勇は豊臣秀吉にも絶賛されました。また1582年本能寺の変の際、堺にて信長自害の方に接した家康は玉砕覚悟の上で、そのまま少数の共回りのみで弔い合戦するつもりでした。しかしそれを忠勝はいさめ、家康に帰国を進言したとする逸話もあります。関ヶ原の戦いにも参加し、戦後は伊勢、三重県桑名に10万石に移封されました。なお桑名に移封した後、忠勝次男の忠友に大滝5万石が与えられています。榊原康政、大須賀忠政。榊原康政は関東入国の際に神津の国、群馬県館林10万石を与えられました。また同時に長男の大須賀忠政も上総の国、千葉県中部久留里3万石を与えられています。康政も本多忠勝同様、徳川四天王の一人です。13歳の時から家康に仕え始めた康政は、姉川の戦い、三方原の戦い、長篠の戦い、小牧長久手の戦い、小田原征伐など数多くの合戦に参加し活躍しました。関ヶ原の戦いでは初陣を迎えた家康の嫡子秀忠の補佐役として出陣し、中山道から畿内を目指しました。しかし秀忠は上田城攻めに手間取り、関ヶ原の戦いに遅参しました。遅参した秀忠の失態に激怒した家康ですが、康政の取りなしで家康は秀忠を許したとされています。この時康政の取りなしがなければ、後の2代将軍秀忠は誕生していなかったかもしれません。関ヶ原の戦い後、康政には家臓はなく、引き続き館林10万石を領していました。しかし康政長男の大須賀忠政が遠江の国、静岡県西部横須賀6万石に加増の上移封されています。なお大須賀忠政は母方祖父の家大須賀氏に養子に出されていたため、康政の後は忠政の弟榊原康勝が家督を相続しました。大久保忠世、大久保忠親。大久保忠世は関東入国の際に北条氏の旧本城小田原城を与えられました。石高は4万5千石です。同時に長男の大久保忠親にも武蔵の国、羽生、埼玉県羽生市2万石があてがわれました。忠世は古くから家康に仕える家臣で、1572年三方ヶ原の戦いで敗北し、浜松城に撤退する家康を助けました。また長篠の戦いでも活躍し、織田信長に称賛されました。忠世は関ヶ原の戦い以前の1594年に亡くなります。後を継いだのが嫡男忠親です。忠親は先ほどの羽生2万石と合わせて6万5千石を領しました。この頃忠親は家康の嫡子秀忠付の家老となり、秀忠の将軍就任後は幕閣随一の実力者となりました。しかし1614年養女の婚姻許可を取らなかったことを理由に、家康の命により怪異となり、所領没収の上近江の国で蟄居となりました。鳥居元忠は幼少の頃から家康に仕え、今川氏や武田氏との戦いで活躍しました。1582年本能寺の変直後、家康は甲斐の国山梨県に侵攻します。この時元忠は甲府の守備を任され、その後は甲斐の国の東部地方の支配を家康から任されました。その後は真田氏攻めや小田原征伐に参加し戦功を立てました。家康の関東入国後は下宇佐の国矢作、千葉県香取市4万石を領しました。関ヶ原の戦いでは京都の伏見城の守備を任されました。伏見城は関ヶ原の戦い前哨戦の舞台となりました。挙兵した石田三成を中心とする西軍は大軍で元忠が守る伏見城を包囲します。
元忠の元にはわずかな兵しか残されておらず、収か適せず元忠は戦死しました。元忠の後は嫡男鳥居忠政が家督を相続しました。関ヶ原の戦い後、家康は元忠の命がけの先行を称し、忠政に陸奥の国、福島県浜通り南部10万石を与えました。さらに2代将軍秀忠の時代には出羽の国山形、山形県山形市22万石に加増の上転封されました。平岩親吉は幼少の頃より家康に仕えた家臣です。1582年家康の甲斐侵攻の時に活躍しました。1590年の小田原征伐では本多忠勝や鳥居元忠と共に武蔵岩槻城攻めや相模津久井城攻めで戦功を挙げました。家康の関東移封によって親吉は神津家の国馬屋橋3万3000石を与えられました。関ヶ原の戦い後は甲斐の国甲府6万3000石に加増の上移封となりました。1603年以降は家康九男義直の守役となりました。義直は徳川御三家の一つ尾張徳川家の藩祖です。1607年親吉は義直と共に尾張の国愛知県西部に移封されました。親吉には尾張犬山12万石が与えられました。義直は幼少であったため家康から尾張徳川家の藩政を任されました。1614年に親吉は亡くなりますが、自身の領地犬山ではなく主君義直の居城名古屋城で亡くなりました。晩年の親吉は尾張藩の藩政確立に尽力したと言えるでしょう。酒井家継の父は徳川四天王の一人酒井忠次です。母は家康の叔母です。したがって家継と家康はいとこでした。家継は武田氏との長篠の戦いで先功を立てたと言われています。1582年当時対立していた北条氏との和睦の条件として人質になっています。1590年家康の関東入部の際には下宇佐の国臼井3万石をあてがわれました。関ヶ原の戦いでは徳川秀忠率いる中山道を進む軍勢に従軍しました。その後1604年に神津家の国高崎5万石、大阪の陣後には越後の国新潟高田10万石を与えられました。奥平信政の父定吉の代から家康に仕え始めました。1570年16歳の信政は父と共に姉川の戦いに従軍しました。信政の活躍で有名なのは長篠の戦いです。1575年三河の国に侵攻してきた武田勝頼の軍勢が信政の守る長篠城を包囲します。信政はわずかな手勢で武田軍の猛攻を防ぎ、信長家康の援軍が来るまで持ちこたえました。やがて長篠の戦い勝利に貢献したことから信長家康からその武勇を称賛されました。また家康の長女亀姫を正室としました。その後も家康の有力な家臣として活躍しました。例えば小牧長久手の戦いでは森長吉の軍勢を破る先功を立てました。家康の関東移封の際には神津家の国宮崎3万石を与えられました。関ヶ原の戦いにも従軍し、戦後は京都彰子台として京都の市政を担当しました。またこの時関ヶ原の戦い敗北後に行方をくらましていた西軍の安国寺恵慶を捕獲しました。これらの功績により家康から美濃の国岐阜県加納10万石をあてがわれました。小笠原秀政は小笠原城慶の嫡男として生まれ、1589年に父から家督を譲られ信濃の国長野県松本城主となりました。この頃豊臣秀吉の命で家康の長男信康の娘と婚姻し正室としました。1590年の小田原征伐では家康の軍勢に従軍し先功を立てました。家康の関東移封に伴い秀政も下総古賀3万石に移封されました。
1592年からの朝鮮出兵には家康に従い肥前名古屋城まで出陣しました。関ヶ原の戦いにも参加し、戦後加増を受け信濃の国飯田5万石を与えられました。さらに1613年には故郷の信濃の国松本8万石をあてがわれました。1615年の大阪夏の陣には息子の忠長忠真と共に出陣しました。息子二人は家康のひ孫になります。戦いでは真田幸村らの軍勢と激突し、激しい戦いの末徳川方が勝利し、豊臣氏は滅亡しました。しかし忠長は戦死、秀政も重傷を負い間もなく亡くなりました。小田原氏は忠真が継承しました。与田康勝は信濃の国佐久郡の国衆、与田信重の次男です。父信重は武田軍の家臣でしたが、武田氏の滅亡後に徳川氏に仕えました。家康にその能力を評価されたためとみられます。しかし1583年に信重は戦死します。そこで兄の靖国が家督を継承しましたが、その靖国も1590年の小田原征伐の際に戦死してしまいました。そのため靖勝が急遽家督を相続しました。直後の家康関東移封の際には上野の国藤岡3万石を与えられました。また靖勝は三河譜代の家臣ではありませんでしたが、家康からは重用されていました。例えば家康から松平の名字と安の字を賜り、さらに家康の重臣大久保忠隣の娘と結婚しました。しかし1600年大阪にて殺人事件を犯し、所領を没収されてしまいました。その後は結城秀康の家臣になりました。家康の関東移封の背景と家臣団の所領配分の特徴、一通り主要な家臣の紹介が終わりましたので、最後に家康の関東移封の背景や家臣団の所領配分の特徴について解説したいと思います。まず家康の関東移封の背景について、近年の研究では関東の安定と奥州の抑えの役割を豊臣秀吉が家康に求めたためと考えられています。なぜなら家康は前々から関東や奥州に太いパイプを持っていたためです。1586年、家康は秀吉に臣従し、豊臣政権傘下の有力な大名となりましたが、臣従した家康に秀吉が求めた役割は関東奥州平定のための尽力でした。当時甲斐、信濃、駿河、遠江、三河など5カ国を領する家康は、隣接する北条氏や東の国の諸大名とすでに外交関係を構築していました。このような背景から、全国統一に向けて邁進する秀吉から家康は関東奥州平定のために一肌脱ぐように命じられたのでした。当時東の国で秀吉に従わない主な勢力が北条氏でした。そこで北条氏を秀吉に臣従させることが家康最大の目標でした。当初家康は外交交渉で北条氏に臣従を働きかけていましたが、交渉は決裂し、1590年の小田原征伐に至ります。家康は秀吉から先鋒を命じられ出陣しました。結果はご存知の通り、豊臣方の勝利で戦国大名北条氏は滅亡しました。全国統一を果たした秀吉の次の目標は朝鮮出兵でした。秀吉としては関東や奥州が安定しないと朝鮮出兵に専念することができません。そこで関東や奥州に太いパイプを持つ家康を関東に移し、巨大な領国を与え東の国を安定させるのが秀吉の狙いでした。また当時の家康は秀吉の妹を正室としていました。さらに嫡男秀忠の正室お幸も秀吉の嫡男秀頼の母淀殿でした。このため秀吉と家康は縁戚関係にありました。このように東の国安定化のために関東に移された家康ですが、所領配分にはどのような特徴があったのでしょうか。徳川関東領国の特徴は3つに分けられます。1つ目は家康の直轄領です。直轄領の地域は武蔵南半国、
相模東半国、伊豆の国、東京都、埼玉県南部、神奈川県東部から中部でした。家康直轄領は地形公社である伊那忠次、大久保長安などを代官頭に取り立て、領国運営を行いました。ところで戦国時代の江戸は寂れた田舎町というイメージが定着していましたが、近年の研究によって当時の江戸は江戸港を拠点とした水陸交通の要地であったことが明らかになりました。つまり江戸城は重要な拠点として東の国の安定化を求められた家康の居城としてふさわしい立地でした。二つ目は家康直轄領の北部と東部に設けられた一門領です。北部には武蔵の国尾市に家康四男の松平忠義、下宇佐の国小金の地同国佐倉には穴山武田氏を継承した家康五男の忠義、武田信義、また遠赤の重臣酒井家継を下宇佐の国臼井に配置して信義の補佐役としました。ついで家康の威風邸の松平康元を下宇佐の国関宿に配置しました。三つ目の特徴は重臣領です。主に重臣領は徳川関東両国の外縁部に設けられました。具体的には相模の国小田原の大久保忠世、神津家の国の井伊直政、榊原康政、下宇佐の国東部の鳥居元忠、上総の国の本田忠勝などが挙げられます。小田原の大久保忠世は徳川両国の西側の防衛の役割を、神津家の国の井伊直政と榊原康政は北関東奥州地方につながる東山道を掌握防衛する役割を帯びていたと考えられます。続いて下宇佐の国東部の鳥居元忠は徳川関東両国東北部の防衛を担当し、神津家の国の本田忠勝は阿波の里見氏に対する備えと江戸湾の制海権の維持という役割があったものと思われます。北条氏と里見氏は江戸湾の制海権をめぐって長年合戦を繰り広げていました。制海権をしっかり徳川勢力で固めるのが本田忠勝の任務であったとみられます。いずれの面々も数々の合戦で活躍した歴戦の猛者です。家康の信頼は大きかったものと思われます。まとめ、ここまで家康関東移封の背景や徳川関東両国の所領配分の特徴を通して家康の家臣団を紹介してきました。家康には多くの有能な家臣がいました。これらの家臣団に支えられた家康は関ヶ原の戦いや大阪の陣を経て戦国時代を終わらせました。そして平和な江戸時代が幕を開けるのでした。今回の動画は以上です。この動画が勉強になりましたらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。